はい、皆さんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はちょっとゆっくり楽しんさんとお話をしながら回っていこうかなと思うところがあるんですが、はい、先日は楽しんさんが多分竹やぶの方を一緒に回ったんですよ、はい、今日はですね、はい、私の考える椎茸だな、最近ずっと言ってんのよ聞いてください、皆さん聞いてあげてくださいもう聞いてもらってる、そうだ何回か言ってる、椎茸だなをですね作りたいんですよ。一本一本は高いんですけど、あれ美味しいでしょ。でもあれを作りたいの私は。何本ぐらいあるの？あとだから3本4本あれば良さそうじゃない、と思うけど、まあそこをですねちょっと作りたいエリアがあるので、ちょっと今日はそこをゆっくり回ってお話聞いてくださいという感じで、ちょっとゆるい動画になりますけど、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょう。トミちゃんが飛んでる。トミが鳴いてる。私の大好きな鳥、遠すぎて映んない。一番好きな鳥。トミが鳴いてるけど、かっこいいがね。はい、こちらご神木の下でございます。ここに作りたいの。本当はこっちの上にと思ったのよ、あっちの中の方にさ、あそこをちょっとこう整地して、まあ言うたら段々畑じゃないけど、それ2段ぐらいこうなんか平坦なところを作って、そこにこう作れたらなと思ったんだけど、楽しみさんが別そこじゃなくてよくねっていうことを言ったから、ここにするでしょ。どうなんだろうか、あの影とかがいいんだよね。そう、日陰がいいらしいよ。ここはでも日陰じゃない、ここ。ここ完全に日陰。そうなの。ここでよくない？どう？もうあっちでもいいよ。私のばあちゃんたちはあの上を、ちょうど。奥でしょ？奥にちっちゃい頃あったね。そう、あっちになんかこう作りたいなと思ったんだけど、でもほら、上よ。うん。危ないね。そう、上の木があるから、なんかここをこう子供たちに出入りさせたくないわけよ、うんうん、そうだね。でも収穫とかはさ、やっぱ一緒にしたいし、それを考えたらやっぱちょっとこう頭上に大きくあるところよりかちょっと外した方がいいのかなと思って。逆にさ、縦でいいんじゃない？何が？こう今横じゃん、うんうん、これを縦にすんだよ。結構長くするってこと？そう、うんうん、そこ横だとさ、うん、上が木があるし危ないよね。この下、真下がやっぱりちょっと入りたくないんだよね、うんうん、今んとこ。ここだったらよくない？このラインにね。そうそう、あ、ここら辺までだったらまあ入れるから。上もあるっちゃうけどね。それ言ったらもうこのご神木のとこじゃねえ方がいいってなるもんね。どう思う？そこだよね、そこ。やっぱここ、ここが一番安全かもね、ここ。ここよ、この辺ね。ここだったらまだ、そこだったらないね。ここだったらない。一番安全かも、そこが。一日通してほら、そうだね、家の影と木の影とっていうので、だそう、なんかあれでしょ、木の花粉とかもあるんじゃないの？知らない。じゃないのかな。あ、まあ、なんかやっぱ木の下がいいらしいんだけど、あ、こっちの中に入ってっていうのがちょっとどうかなっていうのが不安で、うん、わざわざだよね、ちょっと。なんもなければいいんだろうけど。最高じゃない？でもこの中に作れたら。じゃあここをどうすればいいの？なんか土をほらなんとかかんとか言ってたわ。土をちょっと下削ってさ。ちょっと貸して、はい。はい、この土をさ、うん、下の地面のってこと？削りたいの意味が私にはわからないのよ。勾配が多分ないのよ。ああ、そういうこと。まあ別にいいんだけど。でもここ水が溜まったりしてんのかな。どうなんだろうね。でもこれほら、最近私の父親がこれ水の刷毛口。あ、これそのために掘ったの？そうそう、ここの後ろを削ったのよ、ちょっと。ちょっとじゃあお邪魔して。ほら、楽しみさんのお父さんもスコップで削りやったがね。そうそうそうこれ昔全部埋まってたのよ、もう。あそこのほら、丸い排水溝みたいなやつ、うん、そこが埋まってたんでしょ。そうそう、土でね、ぐらい埋まってて、うんうん、だからどんぐらいか10センチぐらい削ったんじゃない。確かにあっちに30センチぐらいあるんじゃない。そんなないやろ。ほら、ちょっとほら、横の壁よ、角度がついてんじゃん。そこ見たら結構な高さ削ってない。そうそうでもないと思うけど。あ、ここよ、ここ、ここでこう、うん、
鹿野とかさんね、でここ土削ったらしいんですよ、楽しいさんのお父さんも。ほんで水の吐け口を作ったっちゃ、これそうそう、たぶん溜まったんだよね、ほら、へこましてるから、だったらやっぱ勾配を作った方がいいってこと、うん、こっからじゃあ削るの全部、それかここをこうちょっと削るかでね、の水の通りにして、そうそう、うん、こっちじゃなくてこっちに、うんうんうん、まあ、ちょっと雨上がりのここの様子を見てみたい ね、あんまり来たことないからさ、うん、雨の時に、これは竹が本当入ってこなかったね、うん、こう糊弁とそこ、こまちょこっと臭かったけど、あれ剪定バサミでね、何箇所か切ったわ、でっかく伸びてるの、うんうんうん、もうそれ以外はない、あ、綺麗になったね、本当ちょっと切った、本当やね、もじもじだったもんね、そうそう、だから引く場合を切った時にさ、うん、手突っ込みたくなかったからさ、それごと切ったんだけど、ちょっと綺麗になったやろ、すっきり、いいじゃん、ね、全部ね、ちょっと怖いのがいっぱい、どうにもできない、これでも業者さんに頼むしかないよね、もうないな、もうでも触りたくないから、ああ、ご神木の方はね、うん、あと一点、あのほら、ご神木の剪定はしないんですかっていうコメントが来てました、まあ、直接にコメントをお返ししたんですけど、ここの先端ね、先っちょ切ろうと思ってるんだよね、今だいぶこの先だけが下がってきてるので、ただここ切るにはですね、前の畑の収穫が終わらないと、今切ったらどんどん落ちちゃうのよね、ここね、だから収穫が終わってから、あそこの先端をちょっと切って畑入って出してもらってね、うん、で取ろうかなっていうふうには考えてます、はい、だからあの皆さんのコメントでよくあったんですけど、やっぱり自分の重さでねダメになっちゃうから、もうすでにだってあそこ曲がってるもんね、そう折れそうだよね、そ折れそう、あの、うん、あの位置で確かに折れそう、多分一回折れてるよね、手前ちょっとほら、あ、本当だね、うんうん、別なんか他の枯れ枝が折れたと思うんだけど、あそこも重たそうじゃん、うん、だからちょっと先端だけに、下から届く範囲の先端だけは切ります、先端切っただけコンマイですごい上がったもんね、上にボ、うん、ーンって上がったよね、ここだったよね、そう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 、その今ちょうどいるとこ ね、この先っちょからもほら生えてきてんじゃんね、あそこ収穫次第だね、なんか収穫が今やってるから、そうそうそう、今ね、ちょっと収穫の時期になってるので、うん、終わったらそっちの手入れもしていこうかなと思います、はい、だからもう大元をね切ったりとかっていうのはもちろんしません、はい、だけどこの木を守るために先端の処理だけはさせてもらおうかなっていうふうに考えております、はい、っていう感じで、じゃあ結局はここに作るってこと？あ、こっちに作るってこと？ね、こっちやな。まあどっち、まあでもそんな多くなくてもいいんじゃないかなと思うけど。今何本？今二、四、六、八本ある。でもこれ金がないじゃん。そう。金を入れんといかんよね。うん、そうなの。駒打ちした方がいいの？それとも駒打ちしてあるやつを買ってくるの？どっちもいいね。穴を掘らせるし道具があるから。うん、やりたい。楽しみに、はい、お疲れ様でした、はい、楽しみさんのお父さん の鈴なりみかんをもらってきましたので見てみてくださいよ、あの本当昔なってたみかんって感じで、なんかばあちゃんちに昔から気になってましたみたいな、美味しいよね、まあ、水分補給だね、酸っぱいんですけど、あのね、実が一個一個が大きい、食べ応えはあります、こっちは何でもあるね、もうね、年中なんかかんか食えるから、もうほんとありがたい、桃とか植えたいね、桃、リンゴ植えたい、リンゴ植えたい、リンゴね、プラムとね、プラムがね、ここね、うん、今年になったから来年もなればいいけど ね、なるといいんだけど、こんな感じね、はい、花です、めっちゃね、皮も薄くてね、一粒一粒もしっかりしてます、水分もたっぷりジューシーですよ、どう？失敗ね、うん、うん、
いな。またすっぺがった。最近ね、話変わるけど、なんか見てる方がこの辺でも増えてきたですね。なんかこう言われることが多くなってきたね。地元の方から声かけられる、うん、友達とかね。この前ちょっとある掃除があったんですけど、その時に私の先輩がおって、でその人が声かけてきてさ、うん、YouTube 見たよみたいな、うん、みたいな。なんかこう近くの地域の方とかもね、あの景色はもしかしてみたいな、そうそうそう、変じゃないみたいな、霧島が連山とかこっちの方向から見たらとかって、みんなすごすぎだよね。で想像できるんで、よう見てるよね、よう見ちょる。いや、ありがたいですよ。だからあの、ね、こうコメントとかはね、なかなかこうね、コメントをこう直接ね残さずにいてくれて、すいません気を使っていただいてと思って、ありがたいね。なんかこう、うちはこの辺ですよっていう名言は避けるようにしてるので、 またその辺のねこうご配慮も皆さんしてくださってるので、すごくありがたいです。地道に頑張りましょうや。まあね、はい、いや本当ね、最近ね嬉しいよね。だから同級生とかがなんか刺されたの大丈夫とか急に久しぶりに会って言われたりとかね、何年ぶりにやったの見てんのみたいな、見てるよみたいなね、で今度出てよってね、そうそうそう、後ろの通行人で出ようかって言ったけど、うち通行人なんてめったにおらんから仕込みだってすぐバレるよって言って人が釣ってますよって絶対コメントがいっぱい来ると思うよって、そういう話とかね、今度出てもらおうや。出たい人がいたら、うちはいつでも大歓迎。もうそう、やっぱ出たいって思う人の方が少ないじゃん。恥ずかしがる人も多いよね。とか、うん、だからなんかお話ししたいっていうことがあればね、ぜひ来てください。でも出た人はさ、みんななんか楽しそうだよね。見たよとかよ。あの周りに、やっぱ反応ね、そうそうそう、もらえるから、やっぱそういうのって日常生活の中でないからさ。嬉しいよね。嬉しいですよ、うん、聞いとってね、まあまあ、もちろんあの視聴回数とかはね、そんな違うからさ、そういう目的でじゃないから、回数とかすごい伸びて、なんか営業成績が良くなりましたとか、そういうことには一切つながりはないけど、まあ、動画に出てみるっていう経験が、そうだね、そうそう、経験を通してなんか他の人との話題になったりとかっていうところにつながるだけで、こちらもありがたいしさ、来ててくれるって言ったら、私のあのところ の, あの先輩の肉肉商店で出したじゃん、店を、うんうん、あそこもだから結構いろんな人が YouTube 見て、うん、声かけてくださったっていうのを聞きましたから、そうそうそう、ありがとうございます、本当嬉しいね、すごい、あのいい宣伝になってるってね、うん、そう言ってもらえるだけで、そうそうそう、嬉しいよね、嬉しい嬉しい。最初撮った時大丈夫かなと思ったけどめっちゃ緊張してたよね、うんすごい、なんかもうあのテレビの取材が来たかのように緊張してくださったから、ありがたいなと思ってさ、あれが撮ってただから面白かった、あれが言ってて、あ、いいえ、大丈夫大丈夫だよ、すぐ持っちゃってじゃん、飛んでっから、ありがとう。まあ、ちゅう感じで、はい、まあゆるゆるっと今後もやっていきたいと思っておりますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。近々ね、友情して、ああ友人でね、友情出演してもらう、ね、ね、みんな出たい人出てもらおうよもうそう、 お友達でね、そう、なんか全然知らない方が来てさせてくださいとかはちょっと無理ですけど、それちょっと何をご紹介してもいいかもわからないけど、お友達がね、そういうことがあれば、もちろんうちらはネタで、そうそうそう動画のネタとして出させていただけるのであれば、あの外行くだけゆっくりできるからね、そうそうそう、動画撮らんでいいやってなるからありがたいしまあまあ、うちらのチャンネルはそもそもそういう日常を撮ってるだけだから、そうだね、なんか視聴者の方からしたらちょっとこうずれるじゃん、見たいものと作業が見たくて多分登録してる方がほとんどだと思うんですけど、まあ、私たちの趣旨、一番の主軸と思ってるのは自分たちの生活を配信してるっていうところがメインになるので、まあ、
そういうとこもたまに挟むと思いますけども、その時はもう飛ばしてくださいという感じで、また変わらず頑張っていきますので、はい、あと椎茸もね、はい、何本か買い足しましょうや、はい、であの土地の聖地の方も、はい、あの部屋ちょっと魂さんにお任せしないとわからないので、はい、一緒にやろうね、はい、頑張りましょうか中華亭最後までありがとうございました、はい、また明日の動画で会いしましょう。バイバイ。